インドの宗教では、現代のインドにおいて普及している宗教について記述する。これまでに、インドで起こった宗教については、インド発祥の宗教を参照、インド神話及び、バラモン教も参照バラモン教は、ジャイナ教、仏教とともに、最も古い宗教であるが、ヒンドゥー教との共通点も多い。インドの仏教及び、インドにおける仏教の弾圧も、 三章仏教発祥の地であるが、イスラームによる弾圧の結果、一時期滅亡。二十世紀に入り、アンベイドカルの仏教改修運動によって、主に不可植民を中心に、数十万人の仏教徒が誕生。二十一世紀現在、インドの仏教徒は、ササイ修霊師によって引き入られている。デリーのラクシュミーナーラーヤン寺院、ヒンドゥー教も三章四世紀には、 ヒンドゥー教の骨格が固まった。ベーダ神は、ブラーフマナウパニシャット神は、プラーナ文献が広く知られている。現在でも約78%がヒンドゥー教徒であるとされ、同国内で最も大きな規模を保っている。ジャイナ教も参照ジャイナ教は、インドの中でも最も古い宗教である。暴力を嫌い、すべての生命には、霊魂が宿っていると考える。肉食だけでなく、 根菜類も拒否する。また、ジャイナ教は、創造論を否定する。デリーのクトゥブミナール、インドにおける、イスラーム及び、インドイスラーム文化も、参照12世紀頃に、西部からムスリムによる、インド征服が行われ、その後に、イスラーム教が広まり、インド最初のイスラーム国家ゴール技が成立した。それ以来、ムガル帝国の崩壊まで、インドは、イスラーム教国家であった。 イギリスとの紛争の際に全インドムスリム連盟が結成された。13.4%のインド人がムスリムである。核問題に関して、隣国パキスタンとの対立が続いている上に、ムンバイでは2006年にムンバイ列車爆破事件が2008年にはムンバイ同時多発テロが発生した。それまでにも存在していたヒンドゥー教との対立や、相互不信はこれらの事件によって、 さらに深まった。アムリトサルの黄金寺院と宿教と詳細は、宿教を参照14世紀頃に北インドを中心に宿教が広まった。これは、グルナーナクが始めた宗教でカーストを否定する一方で、輪廻転生を受け入れるところに特徴がある。ヒンドゥー教徒は異なり、宿教は一神教である。ちなみに、マンモハン神前首相は宿教徒である。 e n クリスチャニティインインディアインドにおける日、カルケドン派、インドのカトリック及びトマス派も参照期限52年に聖トマスがインドを訪問したという伝承がある。トマス派はこの流れを組む教派である。ヨーロッパで宗教改革が始まった後にイエズス会を中心に宣教師が派遣され、当時ポルトガル領だったコアなどを中心に信者が増加した。 バスコ・ダ・ガマやフランシスコ・ザビエルもこの時期にインドを訪問した。現在では約2%がクリスチャンであり、地教やジャイナ教よりも信徒数が多い。プロテスタント系の北インド教会や南インド教会もある。詳細はパール・シーを参照ゾロアスター教の信者は少ないが、インドでは絶大な影響力を持っているが、細かいことはあまりわかっていない。 ありがとうございます。